売店なのに、どうしよう。もしもし、タラさん、おはようございます。おはよう。今日はすみません、カフェの店番なんてお願いしちゃって。いやいや、気にしないで。私がそうしたいって言ったんだし。ありがとうございます。夕方にはお店に戻れると思います。オッケー、お店は私に任せて。お仕事頑張ってきてね。はい、では行ってきます。行ってらっしゃい。とは言ったものの、うわー、時間がない。お邪魔します。やっほー。わ、本当にサラちゃんがいる。どうしたの二人とも。そんなの決まってるじゃん、サラちゃんの応援に来たんだよ。サラが一日店長になるって花から聞いてね。迷惑だった？ううん、いいところに来てくれた。実はね、お客さんに出すスイーツがないんだよ。え？なるほどね。昨日花ちゃんが作っておいてくれるはずだったんだけど、今日のお仕事の準備で忙しそうだったから。それを見かねて自分から作ると言ってしまったと。はい。スイーツ作りは苦手なのに。はい。一つくらい成功した？いいえ、前にケーキ作りで失敗したけど、何度か練習したし、レシピがあればできると思ったんだよ。というわけで手伝ってくれない？え？二人ならできるでしょ？スイーツの一つや二つ。自分で食べるならまだしも、お客さんに出すレベルのものなんて大丈夫かな？ちょっと自信ないかも。そっか。ごめんね。ううん。元はといえば私が悪いから。いやー、でもどうしよう。あ、ピンピロリン。スイーツ作りならあんちゃんに手伝ってもらえばいいんじゃない？ああ、それだ。残念ながら、それは無理かな。え？ちょうど今、お仕事中。がーん。困ったなー。このままだと、お客さんをおもてなしできない。せっかく来てくれても、スイーツがないんじゃ、がっかりさせちゃう。じゃあ、スイーツは諦めて、別のものを用意するのは？別のもの？そっか。お客さんにワクワクドッキュンしてもらえればいいんだもんね。今日はサラが一日店長、好きなようにおもてなしすればいいってきっと花も言うんじゃない？じゃない？せっかくだし、サラちゃんらしいことしようよ。私らしい？あ、それならいいこと思いついちゃった。ちょっと大変かもしれないけど協力してくれる？もちろん。疲れた。お疲れ様でした。二人がいてくれてほんと助かったよ。ただいま。花ちゃん、おかえり。やっほー。みんな、今日は一日ありがとう。ん？うわー、どうしたんですかこれ。みんなのドレスにローズちゃんとキューピッドちゃんのドレスまで。お客さんって近くでドレスを見られないでしょ。こうすればみんなの思いが詰まったドレスをじっくり見てもらえると思って。二人ともノリノリで貸してくれたよ。おかげでお客さんも喜んでくれたね。そうだったんだ。うわー、こんなこと私だったら絶対思いつかなかった。サラさんにお店をお願いしてよかった。うまくいってよかったね。うん。明日は私のドレスも飾っていいですか？その言葉を待ってました。どんどん増やしちゃおう。